はい、熊本県営業部長兼幸せ部長の熊本も一緒にお願いします。はい、お願いします。熊本乱れてますけど大丈夫ですか？止めます？お姉さん大丈夫ですか？乱れてます。そのままじゃ行きましょう。乱れる役なんですね、きっと。はい、お願いします。福岡の皆様こんにちは。ずんだれと、熊本県副知事の小野と申します。そして熊本です。熊本も今日の日を待ち望んでおりました。ありがとうございます。柴田社長のお話にもございましたが、昨年は水熊本地震の影響で、このイオンさんの4九州さんの熊本生まれのフェアは開催ができませんでした。ずんだれとんばい。それから1年間待ちになというふうに思いますけれども、ずんだれとんばい。本当にですね、この日を迎えられたことを嬉しく思っております。皆様のご支援を受けまして熊本も一歩一歩着実に復興に向かって進んでおります。農業の方もですね、農地がもう地割れが起きるなどという大変な被害があったんですが、関係者の様々な努力によってですね、こうして今日、熊本の美味しい農産物、まあ、スイカとかですね、スイカも日本一です。そして先ほどお話ご紹介ありました通り、トマトも日本一ですし、イチゴも福岡県について今3位になります。非常に美味しい、まあ、うちは熊本の赤っていうことで今やってるんですけど、まあ、熊本がなんでこのほっぺたが赤いかっていうと、やっぱ赤い農産物食べ過ぎてこういうの赤くなっちゃったんですね。大変美味しいものがありますので、ぜひね、熊本に負けないようにですね、皆さんの熊本の美味しいものを食べていただければなというふうに思っています。そして今日はお配りする中に熊本の水もあります。でもご存知の通り、熊本は阿蘇の伏流水で100万人がですね、地下水で暮らしている。水道水と、まあ、蛇口をひねればミネラルウォーターが出てくる、そういう恵まれたところで暮らしていますので、そういう意味で非常に美味しい農作物ができるんですね。その水も含めて皆さんにはご賞味いただければというふうに思います。後ほど抽選券もですね、抽選会もありますので、ぜひ私のこの右手に皆さんパワーを送ってくださいね。そうすると一番年中力が強い人が引き当てるというふうに思いますので、ぜひ楽しんでいっていただければというふうに思います。それでは最後に、これからもですね、熊本の農林水産物をご愛顧いただけますよう、そして皆様方が健康で幸せに暮らせますようですね、お祈りいたしまして、ご挨拶させていただきます。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではそのままよろしくお願いいたします。抽選で抽選していただきます。はい、皆さん、今日3つあるんですよね。そうなんです。何番だ。熊本の畑でるよね、皆さん。畑。あもう一回です。やってほしいです。ちら。これからの季節にぴったりなんです。ありがとうございました。びっくりしました。まずはじゃあ一つ目の商品を登場して紹介させていただきます。はい、皆さん先ほどお配りしました。はい、先着粗品の先生お持ちですか。番号が書いてあります。はい、そちらに番号が書いてあると思うんですけれども、はい、そちらを準備していただいて、はい、熊本のうまかせセット A ということで、もう箱の中に入っちゃってます。入ってます。ドレッシング、高菜漬け、ふりかけ、豚骨ラーメン、トマトジュース、デコポンゼリー、デコポンの缶詰となっております。美味しいものがいっぱい入っています。熊本のたくさん入ってます。熊本が入ってますので、副知事にぜひ、はい、右手にパワーを送りました。皆さん、はい、皆さんいいですか。番号、はい、はい、それではお願いします。クマモンがパワーを送ってます。クマモン当たるかな。かわいい。じゃあ1枚お願いします。出ました。はい、ありがとうございます。6番。おお。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、いいな。前の方にお越しいただきまして、知事とクマモンから、はい、その件はそのままお持ちください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、お気持ちは。バッチリしますね。おめでとう。熊本の大ファンのはずでしたが、カバンを見たら、ね、ありがとうございます。さあ、どんどんいきますか。はい、次はうまかもセット B でございます。はい、黒胡椒ガーリック、はい、黒胡椒ガーリック塩、アベックラーメン、ちょっと私たちこの名前に惹かれてるんですよね。はい、トマトカレー、はい、そ
量ですよ。はい、いきます、一桁です。3番おお、おめでとうございます。おー、くもちゃん、おー、くもちゃん、くまもーすげえ。はい、くまもんからじゃ、はい、お、あ、お、くまもんを見て、はい、おめでとうございます。やった、あ、くまもんのハグ付きですよ。すごいですね。くまもん大好きなんですか。好きです。今日は結構早くから座ってらっしゃいました。何時から。これからずっと待ってください。11時から待ってください。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。さあ、もうお一方ありますからね。はい、はい、お願いします。うまかもんセット C、 いちずさ漬けとトマトカレーとお米2キロ。おお、2キロ重たいんじゃない。大丈夫お米入ってる。はい、はい、おお、一気に飛びましたね。遠くの方のパワーが来ました。いきます。おー、えらい飛んだな。いらっしゃいますか。90万の方、おめでとう。いらっしゃいました。おめでとうございます。どうぞお進みください。はい、あ、おー、でもクマも大好きなんじゃないですか。どうぞどうぞ。朝日に、あ、よくなるね。おめでとう。何歳ですか。13歳。クマも今日持ってるけど好きなの。大好きだって。おめでとうございます。くまもんすごい人だと。ねえ、ありがとうございます。よかったです。はい、どうもありがとうございます。早くよろしければ何か一言。はい、いや、本当にですね、この時期地震起こってからくまもんちょっとお休みしてたんですね。やはり亡くなった方もいらっしゃいますし、そしてもう実家も自宅も失った方も多い中で、くまもんが出てる場合じゃないだろうという時期が去年の4月14日以降でした。それで、でもいつまでも下を向いていられないということで、子供の日にくまモンが復活したんですね。多くの皆さんがやはりくまモンと応援していただいている。そしてくまモンがまた元気に走り回る姿を待ち望んでいるということで、私はもうすごくそれに勇気づけられました。これからもですね、復興も長く続きますが、ぜひ皆さん熊本の復興と、そして熊本も応援してください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、熊本でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうぞ。そうですね、本当に復興ですけど、熊本大丈夫ですか。サービス、サービス、サービス。ありがとうございました。私の友人もしばらくの公園で避難生活を送った私の身の回りの着るものがないということで、そういうのを送って届けたりしたんですが、熊本の商品を買ったり、私たちが熊本に行くことがまた復興の支援につながると思いますので、皆様で、ね、頑張っていけたらと思います。続きまして、JA